邪魔をするな、まだら。こうなってはやらねばならないことがある。何のことだ。もう少しお前をいただく。くっ。して再び本気のお前と戦うことができる。本来ならばもう叶わなかった戦いだ。現在の木陰に比べ柱は、やはりお前は俺を楽しませてくれる。知っているか、今の世は俺たちの時代に比べかなり非力になっているぞ。今と昔では求められているものが違う。力が全てではない。楽しませてくれ。違うな。結局物を言うのは力。相変わらずお前の考えは甘い。先方極端神数戦士頂上見物。すでに死んだ存在ぞ。現在の世に干渉するのはやめろ。俺が死んだ存在、誰がそんなことを決めた。俺はかねてよりこの時のために虎視眈々と計画を進めていたのに、今この場は俺のためにある。さすがはマダラ、この程度では終わる気がせぬ。やはりこうでないとな。お前との戦いは、しかもどちらも江戸天聖、半永久的に楽しむことができる。こうして俺と戦うことがお前の狙いではないことは分かっている。お前の真の狙いは何だ。そうだな、少し昔話をしてやろう。柱間、お前は真珠というものを知っているか。真珠。まだ人がチャクラというその概念すら持たず、絶え間なく争い続けていた遥か昔、真珠はそんな争いに関わることなく、ずっと人々から神珠として崇められていた。ある日、千年に一度なるという実が真珠に宿った。その身には決して手をつけてはならないという伝承があったが、争いに勝つためそれを口にした姫がいた。名は大筒木かぐや。それが最初にチャクラを持った人だった。そしてかぐやの赤子は生まれながらにしてチャクラをその身に宿していた。赤子の名は大筒木羽衣。チャクラの教えを説き、忍衆を始めた忍びの祖、陸道仙人と呼ばれた男だ。争いを止めるために禁断の身に手をつけた人が、その後どうなってしまったか説明がいるか。その身に人が手をつけた時より、人は呪われ、より憎しみ合うことを決定づけられたのだ。忍びそのものがその愚かさを象徴する存在だとは思わないか。それならばいっそ大幻術によってやり直した世界へ移り住んだ方がよくはないか。それがお前の言っていた先の夢だったのか。ああ、だが
ほんの少し違う。どういうことだ？すべてをここで話すのは野暮というものだ。ここで言えることは一つ。それをなすのはオビトでも、他の何者でもない。この俺だ。なぜだ？なぜそうなってしまったのだ？お前は己の道だ。たとえ誰であろうと指図される義理はない。この際はっきり言っておいてやろう。お前と未来を語り合う夢の時間はすでに終わった。今はそう、このひとときを楽しもう。大丈夫かい？厳しそうなら一旦俺の後ろに下がって時間を。そうやってまた何かを守る演技をするのだな、あんたは。だが今度も救えない。己の妻も部下も救えなかったのだ。そんなあんたが他の何かを守ることなどできはしない。ナルト、明日が何の日か知ってるな？そう、ミナトとクシナの命日だ。両親が死んだ日だ。たとえその時に夢を抱いていたとしても死ねば終わりだ、この世は。そうだった。なら明日は俺の生まれた日だ。いいか、終わりじゃねえ。俺がこの世にいる。俺がこの世にいるか、ガキの苦しいザレ言にしか聞こえんぞ。今はガキで十分。けど俺だっていつかはガキを卒業する。それはお前の言う夢の中でじゃねえ。お前を倒した後の先の道でだ。など存在しない。いい加減諦めをして。俺の中には諦めなんてもんはねえ。消えろ。最後に勝つのは俺だった。そろそろ眠る時間だ。消えろ。さっさと呼べ。20惑星。
しぶてえな。奴らの攻撃自体は大したことはないが、これ以上調子に乗らせるわけにはいかんな。なんだ。始めるとするか。これは。弾けろ。なんだこれは。逃げろ。サスケ、無事だったか？もうじっとしていろ。お前らは十分耐え忍んだ。そのままでいい。この世界はこれで。ナルト、もう終わりか？俺は行く。またあいつが一人で。違う、行かせねえ。後悔したくねえんだ。やっときゃよかったってよ。サスケ、俺も行くってばよ。ジュゴ。分かっている。ジュゴの力はそもそも戦術の力。それを利用するってわけ。後悔は先に立たんぞ。いいんだな。後悔は先に立たねえかもしんねえけど、やらずに終わったら残るのは後悔だけだ。行くぞ。お。なぜここまで抵抗する。もはや無限つくよみ発動まで時間の問題だ。お前たちの戦争は事実もう終わっている。終わってねえよ。まだ俺とサスケがいる。開く。その時点で世界は終わりだ。時間はもうないぞ。お前を倒すには十分な時間だ。
巻きナルト。諦めねえ。これが力の力だ。教えてもらった大切なことだ。そして怯えるがいい。ナルト、次で決着をつけるぞ。おっ、眠るのは明日、夢は自分で見る。もうこの世界は終わるのだぞ。それなのになぜ戦う。自分の人道だからだ。まず自分の言葉を曲げねえ。それが俺の人道だからだ。幼稚な忍びが、もう眠れ。届かん。違うな、届かないのはお前の方だ。ああ、俺とサスケの力なめんなよ。するな。
めるか。てめえこそ俺たちが諦めるの。諦めろ忍びごときよ。消えろ。というのか、そんなこと、そんなことあってたまるか。思いの強さが剣に宿る。布ぼこの剣だ。もうお前らは俺に勝てん。サスケ決めるぞ。美獣たちのチャクラだ。引っ張り抜くぞ。よっしゃ、みんな一斉に行くってばよ。俺が、この俺が後悔しているというのか。お前は俺に誰でもない、誰でもいたくないって言ったよな。お前一体誰なんだってばよ。俺は誰でもない、誰でもいたくないのさ。覚えてるだろ。でも本当は俺と一緒で火影になりたかったんだな。あんなものを捨て切った過去と甘い自分だ。面して自分隠したってダメだ。どんなに言葉でごまかしても、あんたが内葉帯人だってことは変えられねえんだ。今さらその名に何の意味がある。俺はもう人ではない。次の段階へと人々を導く者、第二の陸道仙人だ。違う、お前は内葉帯人だ。俺とそっくりな内葉帯人だ。両親を知らないことも、自分にとって大切な人がいなくなったことも、孤独を知っていることも。だからいろんな人に認めてもらいたくて、あんたは火影を目指した。それも俺と同じだ。
それなのに、あんたの今を見てみろよ。俺と同じ夢持ってたあんたが、火影とは真逆になっちまった。いや、俺のやっていることは火影と何ら変わらない。それ以上だ。平和を実現できるのだからな。お前、それ本気で言ってんのか？そうだ、そう思っている。行き先もはっきりせず、わざわざ険しい道だと分かっていて歩くことはない。仲間の死体をまたぐだけだ。はっきりした行き先があり、近道があるなら誰でもそちらを選ぶ。何言ってんだお前。俺が知りてえのは楽な道のりじゃねえ、険しい道の歩き方だ。その二つの道の行き着く先が同じだとしても、そういうのか？一方が険しい道だって最初に誰が教えてくれんだよ。結局誰かが歩かなきゃそれも分かんねえだろうが。火影ってのは痛えの我慢してみんなの前を歩いてるやつのことだ。だから仲間の死体をまたぐようなことは決してねえ。火影になるやつに近道はねえし、なったやつに逃げ道はねえよ。そうだろ。お前が歩いてる道は逃げている道だ。だからだ、みんなを巻き込んでお前の道をこのまま突き進むのは許されることじゃねえ。こっちの道へ来て、うちが帯人として、木の葉の忍びとしてきっちり罪を償ってもらう。違う、俺はうちは帯人を捨てた。俺はもう自分を隠すのはやめろ。お前はお前だ。逃げんな、こっちへ来い。なんなんだお前は。なぜお前は俺を惑わせる。俺はやっとここまで来たんだ。俺は逃げていない、間違っていない。もう自分を隠すのはやめろ。俺は隠してなど、俺は
何を怖がってんだ。もう分かってんだろ。自分の中で答えは見つかってんだろ。俺は強がってんじゃねえ。自分を隠すんじゃねえ。俺はお前は火影を目指してた木ノ葉隠れの内川帯人だ。父ちゃんもカカシ先生も俺ももう見逃さねえぞ。お前のことはちゃんと見てんだから。怪我してんのに無理して、もう強がって傷を隠してもダメ。つまんない意地張らないでよ。オビトは火影になるって言ってたよね。だったらあなたを救うことは世界を救うことと一緒。そうでしょ。頑張れオビト。私信じてるから。火影になってかっこよく世界を救うとこ見せてね。行くぞ。今のあんたのその心の底に残ってる本当に大切なものを裏切るんじゃねえよ。そしてそれとつながってんのは決して今のお前なんかじゃねえ。もう分かっただろ。お前は内川帯人だ。いいから来いこの野郎。なるとみんなの力をなめんなってばよ。詳しい話は後にしよう。今はこいつのけじめをつけさせてくれ。父ちゃん。ナルト、ここは俺たちに任せて、お前たちはマダラの封印に向かってくれないか。俺とカカシはオビトと話がある。行くぞサスケ。覚えてるかい。4人でこなした任務の数々を。凛は医療忍者として君たち2人を必死に守ってた。こんな状態を望んじゃいなかったろうね。でもそうさせてしまったのは俺の責任だ。凛を守れなくてすまなかった。凛は俺にとっての唯一の光明だった。凛を失って後、俺の見る世界は変わってしまった。真っ暗な地獄だ。この世界に希望はない。
マダラになり変わって世界を歩いたが、さらにそれを確信するだけだった。このシャリンガンをもってしても結局は何も見えなかった。何もなかった。俺もはっきりはわからない。はっきりとはわからないが、目を凝らして見ようとはしたんだ。お前がくれたシャリンガンと言葉があれば見える気がしたんだよ。それがナルトだってのか。なぜ奴にそこまで。今のお前よりは失敗しないと断言できるからだ。なぜだ。あいつが道をつまずきそうなら俺が助ける。なぜ奴を助ける。あいつは夢も現実も諦めたりしない、そういうやつだからさ。そしてそういう歩き方が仲間を引き寄せる。つまずきそうなら助けたくなる。この地獄に本当にそんなものが。お前だって見ようとすれば見られたはずだ。俺とお前は同じ目を持ってんだからな。信じる仲間が集まれば希望も形となって見えてくるかもしれない。俺はそう思うんだよ、オビト。つまんない意地張らないでよ。行く？かもな。俺もいいから来い、この野郎。そう